皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは70ヤードの打ち方について説明をしていきます。この70ヤードというのはですね、私の中ではですけども、58度で打っていく距離になります。58度で3クォーターぐらい、フルスイングだと飛びすぎてしまいますので、3クォーターぐらいで打つ打ち方が70ヤードになります。はい、70ヤード、人それぞれですね使う番手あると思いますけども、今回ですね58度で70ヤードを打つために気をつけるべきことについて説明をしていきます。また70ヤードを打つ際に2種類の打ち方がありますので、この2種類の打ち方の説明もしていきたいと思います。まずはですね、まず1つ目のスイングについて説明をしていきます。1つ目のスイングは通常のアプローチですね。ボールのポジション少し右に置いて、このように構えて、フェース面の向きも少しハンドファーストを入れる程度で構えていき、このまま肩よりもちょっと高い位置で振っていくスイングです。この際に気をつけておきたいのは、ヘッドアップを絶対にしないこと、これは気をつけておかないといけません。またここで気をつけないといけないのは、ヘッドアップをしようとする顎のラインを変わってしまうと、このようにですねボールをすくうような打ち方になってしまいますので、とにかくインパクトの終わるまではここに残すという意識を持ってボールを捕まえていかないといけません。それではですね、一度70ヤード打ってみたいと思いますので、ご覧ください。ボールをセンターよりもやや右に置きます。そのままスピードはゆったりとして振っていきます。これが今70ヤードのショットになります。はい、この際にですね前傾角、ボールをしっかりと見るといったことは気をつけておいてください。またこの振り幅もですねしっかりと作って、スイングのリズムもそんなに速く振らないように、心がけています。皆さんもですねこのぐらいの距離の時はですね、あまりスピードを上げなくてもいい番手を選択できるように意識をしていきましょう。はい、それではですね2つ目のスイング見ていきます。2つ目のスイングは少しボールを打ち込んでいく打ち方になります。なのでちょっと先ほどよりもスピードを上げていくんですけども、これはですね何がどういう時に使うといいかと言いますと、少しライが悪かったりとか、する時にこの70ヤードをきっちりと打ちたいという時に使えるショットになります。このようにですね構えていただいて、先ほどとは違って少しボールを右に置いていきます。先ほどのパターンが1個ボール左でしたら、先ほどよりも1個ボールを右に置いていくようなイメージで構えていきます。右足のかかとの内側ぐらいの意識で OK です。でこのままハンドファーストも少し強めに持っていき、バックスイングは腰の高さよりも少し高い位置ぐらいで OK です。ここからしっかりとフルスイングで振っていくといったイメージです。先ほどのスイングというのはですね大きく振って左右対称にスイングを作りました。今回はバックスイングは小さめに上げて、フォローをしっかりと振っていくといったスイングです。これはですねインパクトで緩んだりとかですねしないので、しっかりとボールを飛ばすことができます。それでは一度打ってみます。はい、今のようにバックスイングを少し小さめから大きく振っていく、というスイングも一つ覚えておくといいです。この2つ目のスイングは小さいバックスイングなので、フェース面の向きというのを大きく変えることがないので、方向性は非常に出しやすくなります。このようにですねフェース面の向きを腰までの位置で頭に描けるように意識をして練習しておくと、このポジションをずっとフェース面を向いてターンしていくことで方向性というのは非常に出しやすくなってきます。例えばバックスイングここまで大きく上げて振るよりも、確実に方向性をこのポジションからの方が出せますので、ぜひですねこの2つ目のスイングも覚えていただきたいです。このようにですね70ヤード2つのスイングを持っておくと、いろんな場面で使い分けられますので、ぜひ試してみてください。以上で70ヤードの打ち方について説明を終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。これからも皆さんの役に立てるような動画レッスンを公開していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また初心者はもちろん上級者の方も必見の
無料で学べる動画とテキストによるレッスンを公開しております。こちらもぜひ手に入れてみてください。